さあではこの後ちょっとねまだいらっしゃらないのでどんなことを話そうか迷っているんですが、いや今日は今のお天気どうですか？お天気カメラって確認できますか？ああ、いやこれはもう私は帰りやすくて助かるんですけどねえ、こんな今の幕張のお天気で、この番組ちょうど始まった頃は晴れていたんですが、だんだんこう曇ったりそしてまた晴れたりと、本当にコロ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 変わっていったこのスタジオのお天気でした。さあでは準備ができたようなのでお呼びしていきましょう。この後は11時からウェザーニュースライブコーヒータイムが始まります。現在 YouTube ライブでご覧の方はそのままお待ちいただきますか、すでに始まっているウェザーニュースライブコーヒータイムの番組枠へご移動をお願いいたします。ではこの後コーヒータイムを担当されるキャスターさんをお呼びしていきましょう。松行彩香キャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します松行彩香です。広い範囲で今日もざっと雨の降ることがありそうですね。この後の番組内でどこのエリアで強まりそうなのかなどしっかりお伝えしていきます。よろしくお願いします。いやもうありがとうございます、曇らせていただいて帰りやすくて助かります。いやなんか途中さ青空もあったよね。ありましたね、なのにね、いやありがたや、もう帰りやすいあ確かにそれはそうかもしれない、来る時、はい、結構思ったより晴れてて、はい、あちょっと暑いなと思ったので、今は曇ってるから、うん、過ごしやすい。過ごしやすい、本当にそうなんですよ。そうなんです。おすすめの妖怪さんがいて、え何、雨降り小僧っていう妖怪さんなんですけど、かわいい。あの子供の姿をしていると言われていて、持っている提灯を振ると、雨が降ったりするんですけど、あ親戚かもしれないねそうなんですよ、おすすめします。なんか中国の雨の神様の弟子って言われているんですけど、特に何県とかっていう所属はなくって、あないの、はい、番組ではなかなかご紹介できないので、今日ぜひおすすめしたんですが、そうさっきさ妖怪検定の話してたじゃない。してました。で聞いてて、はい、気になって調べたの、はい、サンプル問題が載ってて公式サイトに、見ました見たなんかね結構この妖怪が出る主な場所はどこか、はい、1熊本県天草、2鳥取県なんちゃらとか、結構勉強量必要そうだなって。そうなんですよ、油すましが出てきましたよ、ね、油すまし、あいたサンプル問題に。そうなんですよ、そう難しそう、あれ見たい、辞書みたいなやつ、あいつでもお貸ししますあやくさんも妖怪に興味をえだってすごくない、辞典ぐらいの量があるから。そうなんですよ、私いつも今枕元に置いてもう寝落ちするまで読んでるんですけど、妖怪出そうじゃないそれ夢に大丈夫、意外と出なくて、いやね、油すましフォルムが好き、可愛いですよね油すましさん、なんかちっちゃいおじさんみたいなやつだよね。そうですね、いや嬉しい、あやつさんがそんなに違う違う、そのゲゲゲの鬼太郎にさ、同じようなフォルムのおじさんいない？こんなきおじいさんですか？あれは別人？別人です。あ、別の妖怪なんだ、出るところも別で、でも似てるよね。確かにやっぱり同じ方が書いているので、あ、ね、あの本800体以上妖怪さん出てくるんですけど、やっぱりそれだけ書いてたらちょっとは似るものもあるかなって思いながら。 800? すごいね。そうなんですよ。え、受けるの？いやどうでしょうね。いや受験地がさ東京と鳥取の2地点しかないって書いてあったから。そうなんです、しかも調布なので、そう東京調布って書いてあった。いや、妖怪部、いやなんかねここまでこう妖怪っていうのは、ね、特に部活動とかでもなく個人の私の勝手な活動としてやってきているんですけど、いやね、もう今日雨降り小僧さんがもしかしたら出てくるかもしれませんし、ね、あのこんなね湿気も多くなってきて、結構髪のねボリュームとか、ね、あと最近ね私はもう染めたんですけど、髪の抜けが気になる、髪の色の抜けが気になるっていうことで、あやつさんに相談したら、
おすすめのシャンプーがあるって教えてくださったのでもう買いました。あ、買った？買いました。使った？使いました。結構すごく良くない？すごいでしょ。うん、もうこれはもうあやつさんだと思ってこれから先ね、ムシムシとする日が多くなるので、うん、髪のケア、結構シャンプー変えるだけで髪質が変わるから、うん、そうなんですよ。おすすめです。すごくすぐに髪色抜けちゃうんですけど、うん、ちょっと大丈夫になった気がして。そう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 、いやなんかね、そういうコーナー作ってほしいです。なんか私だけじゃなくて、うん、皆さんのお悩みをあやつさんが解決するみたいな。なるほどね。そう、髪の色がどうなるんですかって言ったら、こういうベストアンサーが来たので、うん、皆さんのお悩みもなんかいいじゃないですか。あ、この間英雄でアンファーさんもやったしね。そうそうなんですよ、そうなんですよ皆さんのお悩みをね、解決あやっちみたいな感じで、うん、やろうかな。やってほしい。夏が近づいてくるともっといろんな悩みも出てきそうだしね、うんうんうん、そうなんですよ、うん、きっと皆さんのお悩みもスパッとできるかな、してくださると思いますし。あれ、昨日キーワードランキング当たってませんでした？そうなの。おめでとうございます。そのね、話題を出してほしいっていうコメントも来てたんですよ。出してほしい。あの、ね、今日何を話そうかなってしてた時に、あー、なるほど、はい、必勝法を見つけました。何でしょう？もうアフタヌーン入る前にコーヒーも入る。あ、それ流れを把握した上だと当たる。昨日急遽あの延長されてましたもんね。 それが秘訣だったと。そうだから、今までもう何十枚もリポート読んでたから、はい、あ、これは出てきたとか、うん、これは出てきてないとか、うん、今なんて言いましたマグレって出てきました。見られちゃってる。そう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 、それが秘訣だったということで、うん、いやね、ぜひまたあやつさんのアフタヌーン担当も楽しみですし、この後はコーヒータイムということで、はい、この後の、空模様の変化ですね、注目していきたいと思いますが、今ちょうど熊本県で5レベルのご報告をいただいておりましたが、この後またエリアを変えて、でところどころでこの後天気急変のリスクありそうですね。そうですね、西日本から東日本を中心にざっと雨が降りそうです。あとは寒気の影響を特に受けやすい日本海側はこの後もすっきりしない空。北日本どうでした？北日本は北海道でオホーツク海側雪でした。そうだよね、はい、オホーツク海側はこの後も雪の混じることがありそうです。各エリアの体感などもお伝えしていきます。はい、この後もコーヒータイムよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまではウェザーニュースライブサンシャインお届けしていきました。今日は各地で天気急変の恐れがありますので、ぜひアプリの雨雲レーダー、またゲリラ雷雨モードでご確認の上ぜひお出かけください。ありがとうございます。ぜひこの後もあやつさんと一緒にこの後曇っていくのか、はたまた晴れていくのか、楽しみにしていてください。ではこの後11時からのコーヒータイムお楽しみに。皆さんごきげんよう。